スタンバイジェルが。すごい。いやもうこの梅干しだ。これ。すごい。食べてくださいよこれ。すごい。え、育てたってことこれ。育てた。これは何の筋肉だろうって。これは何の筋肉だろう。これはですね、上腕三頭筋の外側頭っていう。私の太い腕が細く見えるっていうこのミラクル。せーの、ゆで卵のオードブル、お待たせしました。はい、乾杯。はい、ゆりさんと比べられたら、ゆりさんと比べられたら、はい、ディスってんのか持ち上げてんのかよくわかんない。はい、マッチョがワインを開けます。待って、ユーマー筋肉アピールしてください。ワイン、ワイン、大胸筋肉だ。ちょっと弱い。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。こっちに力が入らない。開け慣れてないから。頑張って。かわいい。ファイト。お、上手。ですね、エビと塩入れてだいぶ形になってきました。案内主体だったのがもうこの固形になっております。もう間もなく完成です。はい、それじゃあある程度完成してきたので、ちょっと味見しちゃってください。ちょっと味見します。他にも私がいなければいいんでしたら、どうですか、新百合とか横浜駅、うん、完成ですか。ほぼほぼで、一番あと水の口とか、エビが冷たいです。冷たい。もうちょっとだね。絶対にレモンの、あの無農薬のやつ使ってくださいね。あのアメリカとかの、ちっちゃいね。で、白くなってしまうとこれ以上苦くなるので、まあ、日本人ユズとかで よくやりますよね。あの、そういう感じです。今日は2倍なので、小エビが入ってます。味付けは塩。小エビが入ってます。いや雑な料理ですけども、意外と雑な料理って言っちゃった言っちゃった、それ言っちゃった。元気が怖い。あのスキップで突っ込まれてるからね、今ね。いや、このスキップは多分真面目だから、マジ29入れなかった。なるほど。あー、なるほど。人間性が、人間性がしっかりしてる人はマジ29入れなかった。いや、俺しっかりしてないですよ。まともだと思う、人間だと思う。はい、こちらパセリを。このモコミチ風にこうすります。あんまり意味が落ちてきました。イエーイ。あらららら、もっと加減してね。めっちゃ言われてる。まあ、よく作るものなので、皆さんに本当に手伝ったんですよ。美味しそう。そう、次この中にレポーター。しっかりレモンの味も出てきます。そう。本当に塩味。本当。美味しい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 。なんで美味しいかっていうと、さんがついてくれたから。俺の存在が。いや、でもすごい。美味しいよ。美味しいよ。やっぱり。小エビのレモンクリーム麦リゾット、いただきます。完成してみんな食べましょうって言ってたから。今日ここに来る前に1回おいしい。これはまさに何を入れて塗ったリゾットです。あーへー。じゃあワインつけた肉をあげてきます。ほんとこれは簡単ですね。もうワインに漬け込んだ鶏肉を揚げるだけです。これいいっすね。自分でも作れるんで、すごい簡単だし。足をまた入れて、本気じゃん。はい、はい。足を
開いてつま先を外側に、まあ、斜め45度くらいまで開けるつなおりですね。ここの腰ですね、骨盤を中心にお尻を後ろに下げていく、変化してる。上に戻す時にお尻をキュッと締めながら上がるとお尻に効きやすいですね。ブルグリアンより効く。こちらの方が高重量が使えるという観点ではいいです。スクワットの場合は主にこの大臀筋というお尻の全体的に刺激が与えられますので、お尻の形そのものを良くするのにこれが非常にプリッとこう上がったお尻、キップアップ、キップアップ、これがまさに効果的なやり方になります。ブルグリアンより効果的。でブルガリアンスクワットの場合はどちらかというとお尻のこの下の方ですね、このたるんだ下の方をこう伸ばすことになるので、ちょっと膝が出すぎなので、太もも細くするにはそっちの大臀筋の方が、太ももを細くするね、大丈夫脳の方を使っちゃってたら典型的なやつは膝が前に出るでしょ。あれってこう階段上がってこの膝が前に出るとここで上がっちゃうんですよ。でそう上がったとしてもなんか体側の方を上におっしゃるので、うん、と比較的お尻の方に来やすい。ふくらはぎばっかそのマスクと同じように動画パーツの絶対ふくらはぎにつくタイプって知性さんに言われたんですけど、うん、どうしたらふくらはぎから筋肉そげますか。そげるマッチョにそぐことを聞けば多いっすよここ。ふくらはぎを使っている方は大抵つま先の方に重心があります。あのヒールみたいな感じこの方です。なんでそれを改善すればヒールやめたかかとかな、ヒールなんか履かないですね、うん、ただあのヒール履かないくてもそういう方は多いので、この中に入って、なるほど私はダンス